はい、どうも、こんにちは。ニーハオ、ハロー。というわけで、今回もガチャ引いていきたいと思います。前回のガチャオカルト検証で、日本円ですね。まあ、お金を使って、パソコンの画面と、スマホの画面を隠してガチャを引いてみたんですが、4スターが2体という、まあ、なかなかの好成績がありまして、今回はそれに似たような感じなんですけれども、また検証していきたいと思います。で、今回の検証なんですけれども、皆様、バカラっていうゲーム知ってますか？カジノでやるあのトランプゲームの一つなんですけど、ブラックジャックとかポーカーの中の、で、またバカラってやって、僕何回かやったことあるんですけど、結構面白いんですよ。簡単なルール説明すると、まあ、バンカーとプレイヤーがいて、2、3枚ずつ配られて、で、まあ、持ってる数の合計数字が9に近ければ、勝ちっていうようなルールなんですけど、それの何が面白いかっていうのがですね、最後に渡されるカードをゆっくりめくるんですよ。例えば、まあ、このカードだとしたら、まあ、こういう風にあるじゃないですか。まず、この指でまず数字を隠すんですよ。で、この時点だと、今もう、4か5か6か7か8か9しかありえないわけじゃないですか。で、次横をめくるんですよ。こっちかな？こっちを、数字を隠します。この状態から、この時点で、あ、もうこれだと4か5しかありえないじゃないですか。で、4か5しかありえないんで、パッてめくって、あ、5だってなるんですよね。まあ、その、じらしが面白いんで、それを活かしてというかまあ、それに似たような感じで、トランプのカードを使って、iPhone の画面隠して、じわじわーっとめくっていって、結果を楽しむ。みたいなことをやってみたいと思います。一回ちょっとパソコンの画面隠します。で、いきます。まあ、このカードで 4だとなんか、何がいいかな。あ、なんか、11連なんで、ジャックで隠します。で、必死にこの集めたジュエルを使っていきたいと思います。これね、危険なのが、もう結構回ったんで、500個いけちゃうんですよね。500個分あるんですよ、メニューのとこにまだ、プレゼントボックスにまだあるんで。ここで一体も出なかった時に、僕は間違いなく、もう11連やると思います。では、まず行きまーす。はい。いけたかな？はい、いけました。画面隠しまーす。で、ガチャ引けてる。はい、音もなくします。あ、やばい、画面が見えそう。もうそろそろね、シャルロット来てもらわないと困りますよ。これだって、初めの頃、ものすごい出た感じするんですけど、最近、まあ、弾いてない人が多いのかもしれないんですけど、シャルロット手にしました報告が少ない気がするんですよね。いくらでもまあ、確率調整しようと思えばできますからね、シマリセット作っちゃったし。子供の頃のシャルロットだけ確率ものすごい下げるとか可能だもんね。もともとあれでしたよね。ガチャの確率が悪かったんですもんね。これよりこれが倍になって危ないな。これ本当に課金やめないと。終わったかな？終わってる。ではバカラ風に開けていきましょうか。これね、星4が出ないと楽しめないと思うんですよね。何よりも。一回ピント合わせるか。あ、横広になっちゃった。はい。では、いきますよ。じっくり。え、星3。もう、この時点で面白くない。星2。星4出てる。うわぁ！うわぁ！オーガ！こっちじゃない！かぶったオーガ！ものすごいショック。で、
体だけかい。はい、というわけでもう一回引きましょうかね。面白いっしょ。今星音が出た時点でなんだこれなんだこれってなるんですよ。バカラもそんな感じでした。もう一回行きますか、せっかくなんで。これ250個になったかな、なりました。もうやだよ。行きます。次カード変えよう。次は女性でクイーンで行きます。ああ、もう500個使っちゃった。そばの早い。つゆにはめんつゆ出てほしいんですけどね。これ、締まりセットする前に、ブチ切れて課金する可能性あるぞ。ギャンブラーなんで。なんでオーガが出るか。あ、音漏れが。どんな声ですかね、シャルベットは。分かっちゃうから。星4の数が。最近安定しないですね。これで弾けなかったらさすがにやめるかな。カットなっちゃいそう。はい、終わってます。ではまたバカル風に。引きま、お見せしますんで、どうぞお付き合いください。はい。で、ピント合わせまーす。また横広になっちゃって。いきますよ。星4出てるね。けど、双剣だもんね。連覇。はい、星2、星2。星3、星2。星3。中途半端。というわけで、ショックです。バカラ風にガチャを引いてみたら、シャルロットは出ない。けど、結構ドキドキして面白かったです。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。バイバーイ。